も散財系 YouTuber の柳橋優と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回もいつも通りの購入品紹介です。特に珍しいことも何もございません。ということでスタート。はい、ということで一つ目はこちらのスウェットでございます。キラーン。こちらのスウェットはライトオンで買ったチャンピオンのものでございます。サイズは L サイズを購入いたしました。スウェットって基本的にカジュアルなアイテムではあるんですが、ドロップショルダーになっていたり、このアームホールがちょっとタポーってしていたり、襟周りも少し広めに開いてるような女性らしいシルエットのスウェットなので、そこが可愛いなと思って買いました。近寄ります。刺繍の配色がすごい可愛くて、このグレーはですね水色の刺繍でした。でお袖の部分はですねこんな感じになっておりまして、このお袖自体が若干太いので、ここもちょっとこうピュコンパフパパウンパフンみたいな感じになってるようなお袖でございます。左側にはですねこんな感じで、まあチャンピオンだよねっていう主張もされております。少しこうやって裾をたゆませてきますと、割とコンパクトめな感じで着れるので、スカートとかそういったものとの相性もいいかなと思って、あ可愛いじゃんこのスウェット、使えそうじゃん、しかもなんかチャンピオンだけど、なんかチャンピオンだけどなんかやっぱ可愛いじゃんと思ってこちらを購入いたしました。ということで次に参ります。はい、ということで続きましてはこちらのシャツブラウスでございます。キラーン。でこちらのブランドがですね、ちょっと私があまり知らないブランドで読めないんですが、多分この辺にクレジットが出ております。でこちらのシャツはですねちょっと撮影で鮮やかな色のシャツが必要ということで買ったんですが、えめっちゃ可愛いじゃんと思ったので紹介いたします。近寄ります。青を着るとなんかiPhoneさんがすごい急に写りが悪くなるっていう現象が起きるんですが、首元はですねこんな感じになっておりまして、一番上のボタンがパールになっております。襟は小さめなお作りなんですが、全体的にギャザーのデザインになっているのと、ここはラグランの切り返しになっておりますので、こうやって着た時になんかこの辺超可愛いじゃんみたいな、そんなブラウスでございます。お袖はですねこんな感じになっておりまして、長めの角にパールのボタンが2つついております。後ろもですねこんな感じでギャザーが入っておりますので、このブラウス360度めっちゃ可愛いじゃんと思って購入いたしました。ボトムはですねスカートでもパンツでも何でも可愛いとは思うんですが、個人的にはこんな感じのベージュとかブラウン系のお色のものを入れてあげたらめっちゃ可愛いじゃんと思うんですけども、いかがでしょうか。ちなみにこちらのパンツは私がコラボで作りましたフィフさんのものでございます。ということで次に参ります。はい、ということで続きましてはこちらのジャケットでございます。キラーン。こちらはですねイエナのものでございまして、まあまあ貴族なお値段がいたしました。何か血迷って買ってしまったんですけども、でですねこちらのジャケット自体は本当にシンプルなお作りではございますが、やっぱりね貴族なだけあって、この生地感であったりとか、この全体の仕立てがすごく質がいいんですね。でコンブレって、まあ、流行り廃りがあまりないですし、通年通して結構使えるアイテムではございますし、まあ、言うて私も30半ばでございますので、そろそろ1個ぐらいなんかちょっといい感じのもの欲しいなと思ってこちらを買いました。私はですねあんまり肩幅がないタイプなので、肩の緩さが38だとちょっと目立ってしまいましたので36を選びました。でボタンはですねこんな感じになっておりまして、シンプルなゴールドのものでございます。でお袖もですねこんな感じでシンプルなお作りでございます。裏地はですね落ち着いたベージュカラーとなっておりますので、まあ、この辺も飽きが来ないようなデザインかなと思います。で着丈もですね長すぎず短すぎずでございますので、まあ、パンツであったりスカートであったり、まあ、デニムであったり、どんなボトムにも合わせやすい、まあ、一番ベーシックで使いやすいよねっていうサイズ感でございます。お立ち台。はい、ということで続きましてはこちらのワンピースでございます。キラーン。こちらのサイズは大きい方の1を選びました。で身長162センチの私がサイズ1を着て、くるぶしにちょうどかかるぐらいの丈感でございます。で上半身はですねこんな感じになっておりまして、シフォンのお作りとなっておりますなんですが、ウエスト部分がこんな感じで異素材の切り返しになっておりまして、なのでウエストがキューッ
って絞れて見えるようなデザインとなっております。で、今ですね、中にブラックのキャミソールを着ておりますが、このぐらい透け感がございますので、お下着に関してはやはり同系色のベージュであったりとか、そういったものを着ないとちょっと透けが気になってしまうかなという感じです。中のインナーは別ではなくても全部縫い付けられているタイプでございますので、まあ、普通にベージュの下着をつければそんなに中に自分でいろいろ入れる必要はないかなと思います。で、お首周り肩周りはこんな感じになっておりまして、後ろはこんな感じです。で、裾はですね、こんな感じになっておりまして、細かいプリーツとティアードの仕様になっております。全体的に甘めのお作りではあるんですが、ウエストがシェイプされているおかげでメリハリが出るので、なんかこうふわふわみたいな感じになりすぎなくて、すごくボディラインも綺麗に見せてくれるので、買ってよかったなと思っているワンピースでございます。ということで次に参ります。はい、ということで続きましてはこちらのニットでございます。キラーン。で、こちらのニットはドゥー GM クラスですか、ちょっと読み方はわかんないんですけど、まあ、世間一般的に言う貴族ブランドとされるものでございますね。なんか貴族ブランドなのにうっかり買っちゃったんです。それはなぜかというとセールだったからです。いや、セールでも大概貴族な値段なんですが、セールってなると、あ、ラッキーお得って思っちゃったんです。で、こちらはですね、こんな感じでケーブル編みのデザインとなっております。で、肩は少し落ちたドロップショルダーです。で、首元はこんな感じになっておりまして、折り返さないタイプのハイネック仕様となっております。お袖はですね、長めのお作りになっておりまして、皆様大好き萌え袖ができる仕様でございます。あがとーい。あともう一つ可愛いポイントなんですが、ここにゴールドのちっこいプレートがついてて、いやー、なんかそういうとこおしゃれね、さすが貴族ね、みたいな、そんな感じでございます。ということで次に参ります。はい、ということで続きましてはこちらのパンツでございます。キラーン。こちらはですね、 AP スタジオのものでございます。で、丈感なんですが、身長162センチの私が素足で履いて床についてしまうぐらいでございますので、まあ、ブーツであったりヒールとかと合わせてあげると、まあいい感じに足が下げれるなと思ってこちら購入させていただきました。で、生地感はですね、こんな感じになっておりまして、そんなに主張のない細めのリブでございます。裾が切りっぱなしのデザインになっておりまして、それもすごくいいなと思いました。ウエスト周りはシンプルなお作りとなっております。こちらのニットパンツの可愛いところがフレアラインになっているので、それもまた足が綺麗に長く見えるよねと思って、ニットパンツなのにあんた超優秀じゃんと思ったので、こちらを買わせていただきました。ということで貴族のブランドは以上です。続きましては GU でございます。 GU ではまずこちらのパンツを購入いたしました。じゃーん。で、こちらはですね、サイズ M サイズでございまして、ネット限定の丈長めタイプでございます。で、丈長めを履きまして、身長162センチの私が丈長めを履きまして、もう床に吸ってるところの騒ぎじゃないよっていうぐらいの丈感でございますので、結構ヒールが高いお靴とかを履いてあげないとまあまあしんどいなって印象でございます。はい。で、ウエスト周りはですね、こんな感じになっておりまして、ベルトループがついております。で、ここの中に内側にファスナーと、あとボタンもついております。で、両サイドにポケットがございます。で、後ろはですね、こんな感じでゴムになっておりますが、そこまでゴムゴムしておりませんので、ちょっとゴムゴムを期待して買うと痛い目見るよっていった感じでございます。で、私の場合は M サイズでウエストが本当にジャストでございますね。生地感なんですが、まあまあ薄手でございますので、今この時期の2月のどえりゃ寒い時だと結構しんどいよねっていう生地感でございます。で、裏地に関してはこの辺まで一応ついております。ということで次は靴です。はい、ということで続きましてはこちらのお靴でございます。普段私は 23.5 ぐらいの足のサイズで M サイズを購入してちょうどでございます。このバレーシューズは2がスクエアしてるタイプなので、これが超可愛いじゃんと思って購入いたしました。あとはですね、割とシンプルなお作りでございまして、まあバレーシューズだよねみたいな感じですね。はい、ということでですね、実際に履くとこんな感じでございまして、バレーシューズなんですけども、スクエア2なので大人っぽい印象になって、それがすごい可愛いなと思います。履き心地に関しては
ではすっごいいいわけではないですが、すっごい悪いわけではないというか、まあ、普通といった感じでございます。その辺でね、ちょっとこうお出かけするのとかにはすごく使えそうだなと思いました。ということで GU は以上です。はい、ということでラストはこちらのスニーカーでございます。こちらはですね、ニューバランスの996シリーズでございますね。私は ABC マートで購入いたしました。でサイズなんですが、普段 23.5 ぐらいの私は24センチを選んで、まあまあちょうどいいかなといった印象でございます。このネイビーに黄色の配色が春っぽいし、なんかウェイな感じがしてすごくいいなと思ったので購入いたしました。はい、履きます。はい、ということでですね、実際に履くとこんな感じでございます。今靴下履いてないんでちょっと緩い感じがしますが、靴下履くとちょうどいい感じですね。ということで以上、柳橋ゆいの購入品紹介でした。バイバイ。